皆様こんばんは、老楽屋ジャです。本日は普段行っておりますアメリカンフットボールの配信ではなく、趣を変えまして令和5年5月27日、場所は兵庫県西播磨にあります相生市で行われている相生ペーロン前夜祭海上花火大会の模様を配信させていただきます。この祭りは私の地元であります相生市が誇ります相生最大の祭りです。その由来はかつて栄えました造船の町、石川島、播磨重工、播磨造船所に九州遠くから長崎、佐世保の従業員がその故郷を惜しむがばかりに、その長崎で行われておりました祭りをこの地で再開したことがそのことの起こりと言われております。その由来は私も父母から聞いており、そしてそれによって勇気づけられた従業員がやがて世界一の造船の町として繰り出すことになりました。そして長くこの私の地元であります相生市のその郷土の誇りというべきこの初夏の風物詩として催されておりましたこの祭りですが、しかしこのコロナ禍にありまして、その最大の祭りでありますこの花火大会がしばらし中断の時を迎えておりました。しかしその縛りがようやく解けまして、ここに4年ぶりの復活を遂げます。過疎著しい相生ですが、しかしこの祭りこそその郷土の誇りとしてこの地にまた再びその姿を現します。普段やっておりますアメリカンフットボールと環境が違いますので、なかなかうまく配信が伝えられるかどうか私も自信がございませんが、できる限りこの勇壮の時を伝えられればと思っております。早速チャット欄の方にコメントありがとうございます。富田さん、関電の方の屋上での配信、鑑賞が廃止されているということですね。確かにあそこはベストスポットでしたが、それが見れなくなっているのはいささか残念ではありますが、行くばっかでもこの光景を楽しみとしていただければ幸いに思います。この海上花火大会の模様、そのプログラムに関しては、私のその動画の中にあります概要欄およびその動画を掲載しております私のブログの方にそのプログラムの方は記載させていただいております。しかしその時間通りに催されるかどうかは残念ながら現地の状況によりますし、撮影しておりますのはこのように遠方地にありますので、その通りに滞るかどうか、運ばれるかどうかはいささか分かりませんが、できる限り約1時間強にわたりますこの花火大会ご賞覧いただければと思います。まず最初のプログラムは希望者によりますメモリアル花火です。文字通り4年間この大きな花火大会が催せできなかったことは相生市民にとっては非常に悲しい出来事でした。その再開を祝しての花火が打ち上げられております。
この花火大会のオープニングを飾りますメモリアル花火が、でした。チャット内のメッセージありがとうございます。虹様、歓喜のメッセージ、顔文字ありがとうございます。私もこの4年ぶりのこの初夏の風物詩楽しんでおります。続きましてプログラムは8時から始まりますものに変わります。祝再会歓喜の宴、これより700発の花火が打ち上がります。
祝再会歓喜の宴のプログラムでした。会場打ち上げ花火特有の上下左右上下を彩る華やかな花火が700発打ち上げられました。チャット内のメッセージありがとうございます。カイチャンネル様、埼玉からご覧いただきありがとうございます。なかなか地元に帰ることができないというのは、私も埼玉に在住しておりましたのでよく分かっているつもりです。ぜひこの画面からでも恐竜を懐かしんでいただければ嬉しく思います。さあ、プログラム変わりまして、続きましては花火教室と題しましてのプログラム始まります。200発の花火が打ち上がります。車のお父さん、速やかに車を動かしてください。そこ止めずに走行させてください。ここで車止めないでください。ここで車止めないでください。カメラを、アングルが固定できず申し訳ございません。若干引き気味になりますが、全体を撮れる形に固定したいと思います。丸様、セビアヒソシ様、メッセージありがとうございます。シン様、メッセージありがとうございます。カイト様も埼玉からですね。なかなか首都高速、そして、県央道を回ってこちらに帰ってくるのはなかなか大変な道中でもあります。それも若い頃の思い出ではありましたが、しかしこういった時に帰れないのはなかなか歯がゆいというのを私自身実感しております。ウリ様のメッセージありがとうございます。そうですね、4年ぶりの再会にお越しいただけなかったのは残念だったと思います。画面越しでありますが、行くわけだけでもその風情を楽しんでいただければ幸いに思います。そして画面には映っておりませんが、今撮っておりますのが、これは遠見山の道中にあります道路のその側道から撮影させていただいております。これも風物詩ではありますが、やはり一目この花火を見ようと立ち止まられる方、立ち止まる車両が多々あります。しかし
どうしても交通規制、そしてその交通を妨げる行為になりますので、何卒ご自重くださいますことを切に願いたいと思います。ABC チーム様の画面越しからでご堪能いただければ幸いです。私自身は正直言いますと素人ですので、この撮影そのものが皆様にうまくその風情伝わっているかどうか自信が持てないところはございますが、いくばっかだけでもその余韻をこの画面越しに味わっていただければ嬉しく思います。華やかなプログラムに変わりました。どうやら予定よりも早く進んでいるようですが、なんでど根性というプログラムに移っている模様だと思われます。こちらは約300泊打ち上がる予定になっております。チャットネーム柳生十兵衛様、メッセージありがとうございます。公式配信は別で用意されているとは聞いておりますが、もし叶うならばそれと見比べながらこの花火大会ご堪能いただければ味わい深いものになると思いますので、どうぞそちらもご視聴ください。どうやらこちらの方がみんなでど根性のプログラムのようです。打ち上がりました花火を見まして、愛を象徴しますキャラクターど根性大根の大ちゃんが打ち上がっている光景が映りました。師匠様、そうですね、4年ぶりの久方ぶりの花火大会です。ラムネチャンネル様、仕事中にご覧いただいているということですが、バレないようにしてくださいね。
メディスム様もメッセージありがとうございます。ふるさと相生の4年ぶりの大祭です。
演目サウンドオブ花火でした。この後に続きますは、相生花火大会の名物になります海上花火になるモデルです。相生版海上演舞600発打ち上がります。失礼しました。演目に、誤りがありました。ここからがサウンドオブ花火のようです。400発打ち上がります。師匠様、なかなか相生に帰る機会難しいところありますよね。また日を見て戻ってこられてはその時にまた堪能いただければと思います。ご様メッセージありがとうございます。私としてはこれがあってこその相生の初夏という印象を今再度かみしめているところです。画面ちょっと寄らせていただきますが、これより海上花火になる模様です。画角調整目視になりますのでお許しください。相生様、この花火大会プログラムは20時50分までとなっております。そうですね、相生市民ならばみんな気づいております。レードン音頭が今奏でられております。
香里様、メッセージありがとうございます。どうしても会場で上がります花火は寄って撮りたいところでして、画角をどうしても寄せてしまいますが、何卒お許しください。できる限りこの風情を伝えたいということでお許しいただければ幸いに思います。さあ、プログラムは先に進むようです。新作花火コレクションと称しまして100発の花火が上がります。90名様、そうですね、花火は死者を弔うという意味でもあるのかもしれません。天高く、その天井にある方々へのメッセージとしても、この華やかなメッセージが、ものが伝われば幸いですね。新作花火コレクションでした。続きます演目はイカとタコの物語と称したプログラムになっております。合計600拍ずつ上がる予定になっております。
なるほど、花火自体がイカそしてタコを模しているというのがよくわかります。演目変わりまして、あいおい四季の色、色彩の色、移ろいというタイトルになっております。あいおい色彩の移ろい、800発打ち上がります。神様、本当に綺麗な光景です。ゆいちゃん様は今現地にいらっしゃるんですかね。ぜひ現地そしてこの画面越し双方でこの大祭をご堪能ください。
内容、色彩の移ろいでした。そうですね、今後ろではカエルが鳴いております。いよいよ夏も近いということでしょうか。内容は不思議と梅雨の前に、そして雨に会うことがない祭りとしても馴染みがございます。今年も素晴らしい快晴に恵まれております。さあ、演目はどうやらまもなく最後のプログラムになります。ネクスト100、この最後を彩りますプログラムは2300発打ち上がります。このあいおい海上花火大会を最後彩るこの最後のプログラム、ぜひご注目ください。
まぶしい。だを飾ります。2300発の花火が打ち上げられました。ネクスト100のプログラムでした。丸山様、ケイティ様、ユイ、山田様、メッセージありがとうございます。素人の手伝いで撮りました配信でしたが、皆様ご堪能いただけましたら幸いでした。4年ぶりに開催されましたこのベーロン前夜祭、会場花火大会はこれに終焉となるようです。また機会がありましたらこういった形で配信をさせていただければとも思っております。多くの方々にご視聴いただけたことも私自身大変嬉しく思っております。願わくは大輝もまたこのような形でこの復興景を撮ることができればと思ってもおりますが、また機会が許される時ということでその時をお楽しみいただければ幸いに思います。本日この配信をさせていただきましたのは公式プログラムではございません。個人がその志としてやりましたプログラム、その活動ということでご理解いただければ幸いに思います。公式配信、そして会場にあります様々な写真等でこの光景を振り返っていただければ幸いに思います。本日 YouTube 配信をさせていただきましたのは私道楽屋内田でした。またご縁がございましたらよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。